はい、はい、どうもありがとうございます。はい、すいません。はい、大丈夫。はい、はい、ありがとうございます。はい、来ました。これが餃子の王将のチャーハンです。大阪王将ではありません。餃子の王将、京都王将ですね。これがですね、さあいただいてみましょう。あー、いいですね。さあ新餃子どうでしょうかね。ちょんちょんと、皆さんこんにちは、そしてこんばんは。のみすけ調理師のおしゃぶです。いつも見ていただいてありがとうございます。今回の動画では私の大好きな餃子の王将さんから値上げのプレスリリースがあったということで、今までは取り上げてこなかったのですが、この2年間約ですね、2年間で4回目の値上げということで、ここらで一旦ちょっとまとめてね、取り上げておこうかなと思います。もちろん批判コンテンツではございません。ではまず今回の公式プレスリリースを見てまいりましょう。当社は昨今の原材料価格や人件費、物流費等が上昇し続けていることを受け、慎重な検討の結果、2024年6月21日より一部商品の価格改定を実施させていただくこととなりました。今回の価格改定に伴い、お客様に引き続き安心安全で美味しい料理をお楽しみいただけるよう、調理法の改良、従業員の調理技術の向上、商品品質のさらなる向上に努めてまいります。また接客サービスと店舗のクレンリネスを一段と高める取り組みも行ってまいります。当社のスローガン、美味しい力が未来へ変えるを胸に、お客様のご期待に応えるべく全社一丸となって取り組んでまいります。ご理解とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。はい、ということで、近年を見れば2022年5月14日、2022年11月19日、特にこの11月19日は瓶ビールを含むグランドメニュー35品目値上げということで大きなものでした。その後、2023年10月17日、そして今回の2024年6月21日ですね。まあ約2年間、まあ2年と1ヶ月ぐらいですけども、その間で4回値上げしたということです。もちろん、昨今の情勢を見れば仕方がないと思っています。思っていますが、まあ実際のところね、まあお諸部のようにお小遣い少ない族ですね。まあ視聴者様の中にも、多くいらっしゃると思うんですが、厳しいのはまあ厳しいですよね。餃子の王将さんの値上げのプレスリリースでまあ感心する部分というのがあるんですけど、それはまあ 100% 毎回ではないんですけどね、値上げを行いますが、その代わりにこういうところは改善しますというのをね、商品別に書いていることが多いんですよね。そういうのはすごくいいなと思います。それでは今回のね、値上げについて詳しく見てまいりましょう。まず大前提としてお話ししておきます。現在、餃子の王将さんのグランドメニューは3つの地域に分かれています。北海道東北関東信越版、北陸東海関西四国版、中国九州版です。ただ価格については東西2つに分かれているということで、北海道東北関東信越版の価格とその他の地域の価格ということになっております。はい、こちらがね、今回の、値上げ品目のまとめでございます。詳しく見たい方はね、動画を止めてご覧ください。
品目としては、まあ、ライスの大中小3品目は1つの品目と考えて、餃子はねそれぞれ味が違うんで3品目と考えた場合、今回は16品目の値上げとなっております。先ほどちょっと触れましたが、餃子の王将さんの値上げプレスリリースには商品の改良点も書いてあるということで、今回も書いてあるんですよね。すべてね読み上げることはしませんが、例えばチャーハンでしたら、チャーハン工程を改良、焦がしネギ油を使用し白ネギを足すことで香味が格段にアップなんて書いてあるんですよね。興味のある方はね、こういう欄も読まれたらね面白いと思います。さて、冒頭でチャーハンと天津飯と餃子の動画を見ていただいたと思うんですけど、実はこれ理由があるんですよね。2022年の5月14日からの4回の値上げがあったとお伝えしましたが、その4回とも値上げの品目に入っているのが先ほどご紹介した餃子とチャーハンと天津飯なんです。皆さんが好きなものばっかりですよね。私も大好きなんですけども、まあこれはもう戦略だと思うんですよね。簡単に言えば、出数の多いものをしっかりと上げて利益を取っていこうということだと思います。この2年間で4回の値上げというのは、いっぺんに上げるよというご意見もあるかと思うんですけどね、まあその少しずつ、まあなるべく据え置きできるものは据え置きしてというような感じで、この王将さんがやってるのが、実はね功を奏して、お客さんの評価が高いんですよね。それが売り上げに反映しております。餃子の王将さんの今期の決算、2024年3月期ですから、2023年4月から2024年3月の1年間の売上ということですけども、創業以来の売上1000億円を達成されたということで、おめでとうございます。やはり相対的に他の飲食チェーン店よりは安いということと、まあ細かくね値上げを分けていくことで、まあ上げなくてもいいものはなんとか据え置きしているというところが評価されたんじゃないかなと私は思っています。ということで、この動画を編集しているのが6月の6日なんですけどね、6月の13、14でその1000億円売上のキャンペーンということで、250円の割引金を配るというのをやりますんでね、ぜひね行かれてみてはいかがでしょうか。世の中全体の値上げについては、その値上げがね、まあその原材料価格が高騰でそれをカバーするというのもあるんですけども、人件費を上げないとという理由をね上げる企業が多いんですが、実は値上げが給料に反映されてないっていう調査も出ててね、私気になってるんですよね。値上げ分を給料に反映、従業員さんのね給料に反映しないで内部留保にするぐらいなら値上げするなよというふうに正直に思うんですけども、餃子の王将さんはね割とその辺はしっかりやっておられます。まずこの1000億円達成ということで、通常の賞与とは別にね、この度は決算賞与をね従業員の皆様に出しておられます。そして2024年度の初任給の引き上げ、新卒の初任給引き上げは5万2000円と大盤振る舞いですし、今いる従業員の方の定期昇給も労働組合のね要求よりも大幅アップで、平均で 39,162 円、これは賃上げ率が 11.5% になるそうですけども、かなり高いレベルでね従業員にも還元しているので、私はこういうところを王将さんすごくいいなと思っています。はい、ということでね、今回は初めての試みとして、まあ飲食業界の気になる話題を挙げて解説するというのをやってみました。まあ参考にしていただけてたり、楽しんでいただけてたら嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。